今日は日本の美術についてお話しします。富嶽三十六景という絵を知っていますか？とても有名な絵です。みんな知っているとても有名な日本の絵です。富士山の絵です。昔の絵です。今は2021年です。この絵は1831年から1834年の間に描かれました。19世紀に描かれた絵です。今から約200年前に描かれた昔の絵です。画家です。有名な画家です。名前はかつしか北斎と言います。かつしか北斎という名前の画家です。彼が富嶽三十六景を描きました。彼は富士山の絵をたくさん描きました。全部で46枚、全部で46種類の富士山の絵を描きました。富士山を近くから描いたり遠くから描いたりしました。海から見て描いたり、街から見て描いたりしました。朝描いたり、夜描いたりしました。いろいろな富士山を描きました。今日は4つ紹介します。46枚のうち4枚の絵を紹介します。まず1枚目、この絵を見てください。これは一番有名な絵です。一番有名な作品です。富士山は遠くにあります。富士山を海から見ています。これは波です。とても高い波です。とても大きな波です。2枚目、これも富士山を遠くから描いた絵です。富士山はここにあります。川があります。川に橋がかかっています。橋の上にはたくさん人がいます。たくさんの人が橋を渡っています。川には船があります。釣りをしている人もいます。魚を釣っています。3枚目。この絵を見てください。たくさんの人が富士山を
登っています。上に上に登っています。4枚目。これは富士山を近くから見た絵です。この富士山は赤いです。赤富士と言います。富士山は普段は青いです。青く見えます。でも、時々赤く見える時があります。これはお日様です。太陽です。時々太陽の光で赤く見える時があります。とても綺麗です。今日は有名な日本の絵、富嶽三十六景を紹介しました。おしまい。